空がちょっとずつ明るくなってきました。今時間はね、6時前。まだ暗いんですけど、今日は早朝サーフィン。ダイヤモンドヘッドがね、最近波がいいんで、土曜日の今日もすごい混むだろうということで、早朝サーフセッション。いいね、風もなくて。風もなく。行ってみますか。行ってみよう。まだパジャマだけど。おっち。へい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 。よし。今のは完璧だったでしょ。ナイスショット。 OK。 もう今ちょうどサンライズの時間かな。初めての雨っつってもこれ多分大したことないよね、これもね。さらっと抜けた終わりだと思う。まあちょうどちょっと雨降ってるぐらいが人がいなくていいかもしれないけど、クリフスいいコンディションだと思ったから。ちょっとね、曇り気味の時がいいんだよね。今日の早朝サーフセッションは混む前に一番乗りやすいところで、あれ5本ぐらい行って、寒がりだからね、あれが上がっちゃう前に行っとこう。よし。本日の予定は早朝サーフィンからの、バクナンだっけ、ベトナムカニカレーをブランチにがっつり行くと。そしてその後移動しててっちゃんちバーベキューなんですけど、でもその前にね、これやりたいんだけど、あの究極の血抜き、究極の血抜きやりたいね。究極の、そう、ね、昨日ついた、イスズミを究極の血抜きしておきたいなと思っていて、ハワイで多分究極の血抜きをしてるのはヒデくんぐらいじゃないかなと思うんですけど、その模様もお届けしようと思います。どこのレストランで食べるより結局うまいからね、それが。そうこう言ってるうちにダイヤモンドヘッドに到着。いるね。いるね。まあ、まあまあ止められるけどね、止められる範囲だけど、多いね。多いね。というか止められるギリギリだね。端だけだね、開いてんの。わお。マジっすか。到着。みんな考えること同じ、やっぱり。結構いるね。でも波がいいんじゃない？いい感じだよ。ちょっと雨降っちゃってるけど風もなくいいと思う。行ってみよう。雨なんか入っちゃえば変わんないから。波はいいよ。波はいい。うん。ボード選びと大事なのが帽子選びだよね。どうしようかね。どっちだ。こっちか。前乗りバンバン行ってね、はいはいはい、追っかけて撮ったりするから。極上極上。わあめっちゃいいじゃん。いいよ、風もない。行ってきます。めちゃめちゃいいよね。めちゃめちゃいいよ。ここでテンション上げすぎないこと。ねえ、あれもすげえ久々に復活できれば楽しいし、しのぶちゃんもああやってタコつき一緒にジョインできたら、海遊び
ちょっとね、やっぱりみんな海遊び時間が空いちゃうとちょっと億劫になっちゃったり、いろんな諸事情で海との遊びをやめちゃうことがあるんだけど、なんかがきっかけでまたこうやって盛り上がってくると、それはこの企画冥利に尽きるという感じですね。まあ行ってみましょう。今日は早朝、最高だよ。 This is the day. Here comes your white light。新平風に教わった通り一歩に立てる。そんな冷たくないよ。まあ大丈夫。もう週末の雨がいいこと知ってるんだよ。ほら、すげえ、ナイスワン。でも技術も落ちてないじゃん。念が。日が出てきた。やってきました。ここで一発ね、一発だけ酒が飲める波に乗る。他はもう取った。あれもバッ
ということで、あとは俺の一歩、そこに集中する。この旅ベスト今の来たよかった、うん、行ってた行ってたね反対側にいたよ、同じ波乗ってたよ、いい波乗ったよ、やりました、大満足、うん、Best day ever. Best day ever. 最高。最高でした。いいの乗ってた、いいのの。いいの乗ってた。マジで最高だった。撮れてるかな、なんか、フッテージ的には、アレのサーフィンもそうだし、うん、俺のライドもそうだけど、今までの9 days かな、うん、9日間。で、ベスト。レフト良かったね。放心状態。レフト良かった。これね、本当にね、新平くんの教えとがかなんか聞いてるよ。あとポジショニングね、秀くんがポジショニング教えてくれて、いやー、しかもあれもさ、1年ちょっとぶりに復活してみんなで6時前に出てたでしょ。予想通りダイヤモンド駐車場激込みで止めらんないんだけど、よかった、聞いたよ、全てが聞いたね。よかったね、もう大満足大満足。
もうこの辺で全部終わりにしていいんじゃないかなこれ。顔の色、顔の表情違うもんね上がってて。いやー宣伝あの、ね、もうクリーンになった、全部落ちた。もうだって一歩乗ったあのあと満面の笑みしてたから。満面の笑み、なんかね、新平君が一本でいいんですよっつって、その一本のために日本からハワイに来たりみんなするんです。その一本、映像的にもサーフィン的にもあったんで、映像的にはあれかな、あれの一本がちょっと今まだ見てないの、 GoPro、 GoPro ちょっとそれが不安ですが、一旦ここで終わります。以上キッズたちにもちょっとご褒美をということで、カニカレーをご馳走したいなと思ってます。すげえ食うからさ。はい、ベトナミーズレストラント、バックナム来ました。ここでイートインしたいところだけど、テイクアウトしましょう。Okay, sir. 62, 62, 72. Okay, I bring out for you. Just wait. Alright, thank you. Thank you. ということで、今のがオーダーシーンだったんですけど、実はね、ちょっと俺勘違いしてて、ラージが20ドルぐらいで2人で食うのにちょうどいいぐらいだと思ってたんだけど、いやいや違うよと。スモールでも十分2人で行けるらしいということで、結構お腹空いてる子供3人と大人が3人いるんだけど、どう思うっていう話をしたら、ワンスモールワンラージぐらいでいいんじゃないって言われたんだけど、いやいやこいつらもっと食うぜっていうことで2ラージにしておきました。で2ラージでだいたい60ドルちょっとって言ったかな、60ドルちょっと分のカレーだから相当多いと思うんだけど、でもうまいし、米じゃなくてね、バゲット、フランスパンとかで食べるのもうまいんで、まあいくらあってもいいでしょこれは。ということで2ラージをオーダーしておきました。どんなもんかちょっとお見せしますね、後でね。この後ね、どのぐらいのボリュームか楽しみにしておいてください。っちゃんが届けてもらいました、くれました。こんな感じ、これが L の1個。わあ、弁当箱のでかいやつ、深いやつが2つって感じ。米がないよ。マジ？米はないの？ないの？カレーオンリー？本当にカレーだけだったっていう。聞けばよかった。こういうことはしょっちゅう、なんか日本感覚で考えちゃダメね。あの写真も米があったもんね。写真にあったのよ、見事に。読みが甘くなっているという自分がいますね。2つある。大丈夫？2つで足りる。じゃあこれ3つにしとく。パン、じゃじゃーん、すごい、パンおじさんだ、パンおじさん。フランスパンおじさん。じゃじゃじゃーん、ただいまただいまただいま。匂い爆弾、ゲームで夢中なところ、匂い爆弾、いでよいでよ、カレーの匂い、カレーの匂い、いでよ、気になるだろう、もうすでに、ほら、うん、ほら来た。来てますよ。お、来た来た、動いた。動かざること、めっちゃいいする。山のことしか動いた。あっつ、だからこれがドーン2つなのに持って、しゃあ動いた動いた。本日のカレーの鉄人はこちら。めっちゃ重い、ね、これラージサイズを2つ
ボーイズはこれで満たされるのか。すげえ食うからね。でね、1個ハプニング、米がありませんでした。だから今急遽炊いてます。そして代わりにパン買ってきました。これで食べるのも美味しいよね。これ美味しいよ、うん、おしゃれな人はこっちで。はい、じゃあ誰もいない、誰も食べないということで、うん、あら、よろしいらしいでしょうか。あら、そうなんですか。超いい匂い、これも作る。ジャムおじさん、はーい。誰やね。まあ、なんていい匂いでしょう。結構量あるね、でもね。結構あるよ。そう、閉じちゃって。いやいっぱい食べる。はい、いっぱい食べて。おい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 、近づけて。カニ、うわおいしそう。めっちゃうまいから。さあ、ここに分けるタイプね。横跳ね、真ん中分けスタイル。そして米が米が多い、米職人。いい波が起きてる時と同じぐらいいい顔します。これすごいな、やっぱり量ね、すごい。皆さん、いただきまーす、はい、いっちゃってください。いただきます。いただきます。うまい、うまい、うまいべ。うまい、めちゃくちゃ美味しい。いくらでもいける、いくらでもいけるよ。こんだけあるからね。そんな辛くないね。うん、カニは感じる。カニ感じる、めっちゃ感じる。いっぱいいる。はい、カニ。あらま、あらま、あらま、インドのとも違う。いただきます。いただきます。よっちゃん売られるとカニ美味しいだね。うん、本当はカニいる。いるよね。めっちゃいる。あ、めっちゃうまいじゃん。パン。パンいいよね。うまい。これはいくらでも食えるな。カニ？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 もうすげえの。もう動き出した。本格指導し始めた。座ってられなくなってる。さっきは建前だったな、これ。パン、晩ご飯いらないらしい。いるんかい。先ほどカニカレーを食べて元気を取り戻して、ここからサンフォードファクトリー、ちょっとボードをね見に行きます。この前乗ったツインフィンを中古で買うというのも選択肢としては一つあったんだけど、考えてみたらあのサーフボードファクトリーの模様ってすごくちょっとワクワクするんだよね。サーファーにとってサーフボードがずらーっと並んで、しかも比較的日本と比べると値段も安い、オプションもたくさんあるっていうことで向かって、まあどんなもんかっていうのをちょっとお届けできればなというのが今回の企画でございます。ではでは行ってみましょう。そう、ナビで見てよかった。ここにあるよ、ビルディング5。あら、違うよね、前の雰囲気と。嘘、これ、うん、あ、全然違う。嘘、うわ、全然違う。建物になってるよ。めっちゃ綺麗になってる。なにこれ、ね、もっとすごい倉庫だったのに。これはびっくりでございますね。行ってみよう。ロングの価格感を見てみますと1365ドル、こっちは999ドル、1000ドルぐらいで買える感じだね。モーガンのロング、いいね、綺麗だね。このシズル感がフィッシュで欲しいんだけど。アルメイクも随分高くなったね。このタウンで買ってもあんま変わんない。そうだね、400ドル台だったイメージだったんだけどな。今は700ドルぐらいになってますね。これ湘南でもすごい人気、アルメリックのね、ネックベアード2ってやつ、下がちょん切られてんのよ、ほら、オールラウンドで結構パフォームできるっていう。新品だとやっぱり11、12万するかな。
多分、うん、でそれが740ドルだからまあ安いよね。そうだね、うん、この辺がフィッシュですね。サンフォードファクトリーハワイというので439ドルとか469ドル。ああ、いいんじゃない、レトロな感じ、それも面白いかもしれない。そう、コーティングがしっかりしてる感じがするから。分かる分かる分かる、巻きが薄いんだよ、しっかり巻いてあるから、うん、こういう方がいいかな最近なんか。このね、エリカラカワ系のだとやっぱり薄いのよ。あ、モーガンあったよ。あ、あったじゃん、フィッシュ、モーガンのフィッシュ549、ほらこれいい。中古で500よりやっぱここで新品549ね、59、こっちは57ぐらいかな。あ、昨日のに近いんじゃないイメージに、うん、もうね、この前乗ったツインが理想系な感じなんですよ。あ、丸いね。丸いよね、レールが。レールが丸い、もっとね、スコーン、もっとこうスコーンとスコーンってなってるのが気持ちよかった、うんうん、でもいいよね。いいよね、ちょっと高いけど、うん、これいいんですよ、これかっこいい。色もさめっちゃいいね、バンに最高じゃない。最高、まあ、これ近いかも。これ近いよ、このレールの感じもそう。あ、これいいね。709度、サイズ的にも理想に近い。ただ薪がちょっと足りない気がする。すぐボコってやっちゃいそう。あのフィッシュってさ、ボコボコにしたくないよね。したくないね。わかる。こっちの方が多分レールは好みだ。ああ、でもデザインが嫌だね。そうそう、レールは好み、この前の。なかなか超理想でピタってくるところって難しいんですけど、やっぱり形とサイズと、うん、デザインこだわりたいね。あと、強度もね、フィッシュでいうと強度、ツルツルな感じが欲しいという気がします。これだと今のところは今のところはね、間違いない、間違いないのだけど、気になるこの薄さ、ね、すっげーボコる、持った感じのね、うーん、感の頼りが、頼りなさ、テールとかすぐかけそうな気がするね。こればっかりは何とも言えねえね。気になる、これまた郵送すると怖くない？ちょっと聞いてみよう、そういえば。 OK、 I've been there. Oh yeah? Been there 4 or 5 times, yeah. Oh, cool.Oh, one board in box, short board is 230. 230, oh yeah. Wow. Okay. Yeah, like okay. 511 and under. Okay. The next one up is 330 if it's over. Ooh, if it's over 6 feet. So do you guys box it too? Yep, that's boxed in. Boxed in set. I don't have to do anything. No, you just buy the board and fill out a card and all that stuff. And,なんかちょっとサーフォードファクトリーだからといって安く買った印象がなくなってきちゃったかも。普通のお店ショップと似たような感じがちょっと全部見てる感じが出てきた感じしない？ショップと統一されてる。いやいやいや、ちょっとね、ここまで来てなんなんですけど、昔の印象とだいぶ違うのは、本当倉庫でシェイプしてたんですよね、うん、でフォームがブワーって並んでいるところで、シェイプしてすぐ売ってるって感じだったんで、多分そういった関係もあってだいぶ安かったんだと思うんだけど、ご覧の通り結構綺麗なね、まあたくさんあるとはいえショップという感じかな今は。なので値段的にはね、そんなに安く感じない、正直っていう感じかな。あと例えば HIC で昔シェイプしてたエリック・アラカワとか自分のブランドとして出すようになったので、多分主要で抱えてたシェイパーの人たちも全部独立して、まあ時代ですね、偉くなっていったっていう感じかな。でちょっと新しいブランドなんかが出始めていて、そういうのはちょっと安くは感じるんですけどね、うん、送料もまあ、230ドルぐらいかかるということで。お、あ、こっち昔の印象はこれ、こんな感じ、フォームが全部並んでて、ちょっとこれ裏側ですね。これがもうちょっと見えるところでね、バーンってあった感じ。一応ここでもやってんだね。まだやってはいるんだ、やってはいるんだけど、綺麗になったって感じかな。
あともう一つフィッシュとなるとレパートリーは少ない。やっぱり普通のよく売れるいわゆるパフォーマンスボード、そして初心者のボードっていうのが、まあ、この辺は比較的ラインナップはありますけど、フィッシュことフィッシュになると、今ねここにあるのが全部で選択肢として僕のサイズで言うと4から6本ぐらいって感じ。これはいい感じだったけど705ドル、705ドルだから必ずしもここじゃなくてもいけそうな気がするよね。タウン見たいね。タウンを見てから決めた方がいいかな。そうね、そう案外こう向こうの方がこうニーズに合ったものを揃えてるかもしれない。ここは離れてわざわざ来るより向こうにラインナップとしてボーンと送ってるから、こっちに実は品薄だったの。ああ、なるほど ね, なるほどね。そんな気もするな。OKOK、うん、仕切り直しますか、残念だけどね。あのせっかくだから買っちゃえっていう気持ちあるんだけど、やっぱりバシッとフィットするもの持った時にそれが分かるからね。それに出会うまでちょっと見ましょうかね。ということで、てっちゃん家に着きました。てっちゃん家に着いてこれからバーベキューします。ここで2泊、どこ止める？2泊していく。なんこれすごいのがいるぞ、おいすげえな。おい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 、ごめんね遅くなっちゃいました。なんかありがとう、ありがとう、下から持ってきたよ。サンキュー。すごい、なんかいいね、またいい景色よ。よーよー、でかくなっちゃって。どうしたの？自粛中ちょっと空き合ってた。一個足のステップヒュッてのぐらい、でこうやって前に横上がると前に行くんですよ。後ろに横上がると後ろに行くんですよ。すごいね。こっちにこうやってこうやって降りるときは、降りるときはこうやってちょっと後ろに、あんまり後ろ行きすぎちゃうと後ろめっちゃバックしてボーンって、ちょっとだけ後ろに傾けてみて。おー、Let's go, let's go. おー、片足。めごい。これが世界か。ケイちゃん、今日はこれでおしまいですけど、明日は船釣りです。じゃあそれを船で釣りをする喜びを表現してください。OK。Go。分かった、もう伝わった、十分伝わったストップが入りました。はい、ということで嬉しいってことね。はい、明日ね。マハロフ o r another beautiful day。 近い、ま、もうちょっと高く、もうちょっと、はい、マハロフ o r another beautiful day。 I'll see you guys later, bye for now。 じゃあね、下がれ、けいちゃん下がれ、イエーイ。